ちょっと練習の方がやっぱしね自分のねミーラー入も大切やけどコンサート頑張りたいと思ってちょっと髪の毛切り抜くのがやめまいってた河内 <laughs> やったありがとうございます河内 なんかねもう前髪がめっちゃ伸びててほんまに邪魔やってずっと前髪上げてたんですよ。で、けども前髪だけはコンサート前に絶対切りに行きたいと思っててもう朝からギュピピって言ってきました。大変やったけどね。ちょっと切れてよかった。かわちありがち。こんばんは。鬼滅の刃の映画見てないです。映画。なんか、けど横顔見ましたよ。めっちゃ良さげやった。なんかめっちゃなんか泣けるんですよね。けど鬼滅の刃の刃 原作って言ったらあれやけど何だっけあれを見てへんからわか漫画を見てへんからね分からへん内容がけどなんかねめっちゃね勧められるでメンバーに前,前やったけどもうなんかね絶対未来は見たらハマるから見ー日本がいいとかね言われるほどめっちゃな勧められてんけどやから見やへんかったあとね出て出てくるの,あの調べたら出てくるのが分からへんそんな感じもうね3公演ほんまにね 頑張ってるんですよもうこの頑張りをもうね頑張ってるからもうファンの皆さんはね応援してほしいうんこんばんはもうほんまに頑張っちゃうんだやばいほんまにやばちいけど頑張るちぃしかねできないんですよ私には。 HK ホル乾杯ほんまにありがとうございます嬉しい他のグッズもありますので皆さんどうぞよろしくお願いします今はもうねもう皆さんのエールが欲しいですすごくほんまに結構ねメンバーもね頭パンパンでね <laughs> 頭パンパンやほんまそうなんかねこう N なんかね思ったんですけどほんまに なんか今までの経験ってめっちゃねなんかここに来て今までの経験ってめっちゃ大事やったなと思ったなんか未来をいっぱい公園に出てたからその公演の力ってすごいなと思っただから未来 N 公演とかもすぐすぐ初日でもうめっちゃ急いで覚えてなんかその経験があったからこそいやもう今回も絶対行く今までやってきてんから今回も絶対行けるってねもう時間もないし日にちもないけど頑張ります 頑張るね皆さん是非とも応援よろしくお願いしますなんかメンバーもね皆さんからの応援メッセージとか応援画像とか応援動画とかねほんまに心の支えになるのでもうね頭,頭ほんまにパンパンやねんな頑張る絶対頑張る絶対に公演にできるようにほんまにもう自分自身めっちゃ頑張るから ね、多分ファンの方もねめっちゃ楽しみにしてはるなんかだってコンサートが開けるっていうことにもほんまにすごいと思うしそういうのにありがたさを持ってめっちゃ頑張っていきたいなと思いますこんばんは乗り越えます す。ああ嬉しい大阪城ホールめっちゃ広いですもう大阪城ホールに立つのは1年ぶりねちょっとほんまにゲリラ配信でごめんなさい危機感も結構私も焦りがあるんですけど頑張る全部は外れました、えー、ぜひ動画見てくださいオンラインか ミラコの家とどっちがヒロインミラコの家。でバカ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 。こんばんは。もうねけどそのあと25日はあのー、あれがあるからオン,オンライン話し会があるからやばっおやばすぎるよ <laughs> けどもうねこれはねもう立たせてもらえることに感謝しやなあかんから。 なんやろ一つ一つの公演を全力で 100%150% で頑張りたいと思う <laughs> ほんまに <laughs> 頑張るとりあえずねああミラコの家と大阪城ホールは圧倒的大阪城ホールの方が広いです <laughs> もうね頑張るもうこれはやるしかないんですよもうね もうね無理とかじゃないんですよやるしかないんですよ <laughs> 頑張ります私も頭の中パンパンやけど <laughs> けどね7期生が一番大変やから。 皆さん、応援してくださってるんですか私のこと嬉しい <laughs> やりきったら達成感半端ないねそうほんまに達成感すごいと思うだからそのやりきったら自分の成長にもつながると思うから本気で頑張りたいと思います 五年で五年5周年で行ったきりアを10周年来てくださるんですかもうね夜もあのね夜ごはんね今食べたんですけどこういうごはん食べながら 5NNB の魅力みたいなのをファンの方が YouTube で動画作ってあげてるのを見てごはん食べながらキャベツ食べながら「わすっごいなあそんまい」とか「あそんまいなあ」<laughs> ああいなあってめっちゃ思ってる。うんあらお そうだったらポテチ食べるんです未来はダイエットしてるからもう私の楽しみはポテチなんですけどそのポテチね家族に食べられてました悲しい悲しい昨日ねご頑張って夜に家帰ったら。 姉ちゃんじゃないです食べられてたポチチポチチポチチ食べられた私のポチチがええもうね、うち帰った瞬間ねこう袋空いてやったのがあったんですよけどね、もうそんなママにもねポチチ食べたとか言ってる暇ないからとっさにこう家帰って 手洗って、あ、ポテチ食べられてるわーって思いながら自分の部屋帰って急いで立ち位置作って <laughs> こういあの家の中部屋の中であの自分の部屋の中で、あのー、あママにね私のポテチって言ってなかったんですよミラがこんなにも楽しみにしてるっていうポテチをねこうママに言ってなかったんですよドライバーさんからもらっただけも言ってんかなんか急にミラがポテ,ポテチ持って帰ってこうお菓子入れに入れてたんですよ。まあ、それもね、まあ けど、連絡不足です私の不注意なんですよ。けど、もういいんですよでも、こうやって、もう,もうパティシ食べられたけどいいやと思って、<laughs> こうね、こう部屋の部屋にあるものを全部ベッドの上に載せてこう、自分で立ち位置を作ってねこう、立ち位置を作って、こっちはこっち、こっちはこっちとか言ってね、やっておりました。でね もう寝てしまったけど、もう眠たすぎて、なんかね昨日体力の限界限界でね、なんかすぐ寝たんですよ。立ち位置作ってから立ち位置つかっ作った意味なんですよ。悲しすぎる。もうね立ち位置を作ったのに作ったのにあの髪の毛を乾かしてあのちょっと無理やと思ってあの寝転んだら寝てしまった。それで朝早く起きていっぱい練習して。 やばい頑張るぜけどこれは本当に頑張るしかないですねやるしかないんだおおけどもうねコンサート前に前髪切りに行けて私はねそれでねもういいんですよ <laughs> 美容院さんに「もう前髪切ったので頑張ります!」って見て帰ってきたメンバーも気合入ってるんですよ <laughs> 入れちゃった短め、可愛い,い。おお、皆さん、おお、うもう前髪切って最高。さささ最高になりましたすごく。可愛い,いよ、本当に。やっぱりそう,いうと思った。さぴゃん。私も前髪切ります。いいね、ミラコスターが切ってあげよう。 かわちありがち急に巣に戻るっていうね <laughs> ちょっと幼くなかったそうちょっと、ね、幼くないちゃったまあ幼いミラコスターもかわいいね <laughs> こんばんはわいま丸がれにするかいいじゃないですか じゃあちょっとねこんばんばはあのねちょっと練習を本格的にしてるんですけどもちょっとね本当に15分で今日もうね10周年までは15分配信で許いてくださいほんまにごめんなさい10周年終わったらもうめちゃめちゃ配信するから10周年の間は練習させてくださいショールームも大切やけどね10周年の練習も大切なので皆さんもうランキング発表していいですかごめんなさいねほんまにこの頃15分配信しか。 じゃあちょっとお見せしていただきます <laughs>。えーなんだっけ。13位生リオさんありがとうございます。十二位ミーミーさんありがとうございます。11位現客場シュンシュンさんありがとうございます。十位レモンチャーマンさんありがとうございます。9位岡田さんありがとうございます。8位ヨシアンナさんありがとうございます。7位広さんありがとうございます。6位芙純サラリーマンさんありがとうございます。5位フニーさんありがとうございます。 四位大阪の広志さん、ありがとうございます。三位末広さん、ありがとうございます。二位ともさん、ありがとうございます。そして栄光の第一位は。かずまるさんです。ありがとうございます。そしてスペシャルギフトを送ってくださった方。ともさん、ありがとうございます。大阪の広志さん、ありがとうございます。末広さん、ありがとうございます。かずまるさん、ありがとうございます。吉原さん、ありがとうございます。第一ちゃん、まるさん、ありがとうございます。 マジメサラリーマンさん、ありがとうございます。おでん屋さん、ありがとうございます。がっくりさん、ありがとうございます。ジャックさん、ありがとうございます。え、皆さん、あの、めちゃめちゃ温かいコメント、ほんまにありがとうございます。めっちゃ嬉しい。こう、今ね、コメントを見返してるんですけどね。めっちゃ温かいコメントで、未来をもっと練習する気はてきたので。頑張ります。こうね、ほんまに。 マジでちょっとね今からも頑張ってきます今日の練習着はケイトののの生誕祭の時にファンの方がくださったやつですなんか握手会の時に「あそんな T シャツ欲しい」って可愛いって言ったらねケイトのファンの方に言ったらくれはったんですよ嬉しいかわいい「こケイト」って書いてあるのかな未来には読めへん私には読めへんけどね うん、ケイトのやつケイトパワーもね今日ケイト公演頑張ってたからもう終わりましたねなんば鉄砲隊なんば鉄砲隊のリハあれリハじゃないな鉄砲隊の DMM 見てましたちちょく直々休憩がてらにキャンディーと何やったっけキャンディーとマリアと鈴鹿系を見てましたちょっとしか見れへんかったけど練習しやなあかんからあ今ねグッズもグッズも販売中なので ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。グッズはね、えっと、事前予約となってて、大阪城ホールでもらえるっていう形になっていますので、でチケットホールはありがたいことに、あの、売れ切れたので、あの、他のうちわとか、なんかいろいろね、なんかボイスのやつとかも結構あったから、なんとね、もうすごいので、皆さん、NNB48 と、あの、ホームページをご覧ください。なんか結構全部買ったよっ、お ライブゲ見学とかってありがとうございます。全部頼んだ嬉しい。なんか全部買ったよって言ってくださる方が多いですね。あ、毎日アズリ四十七日目になりました。じゃあ、それと四十七日目と同時に、ミラコの四十八日目も頑張っていきたいと思います。バイバーイ。じゃあ、四十八日目も会いましょう。また明日。バイバーイ。皆さん、ありがとうございました。コメントに、端に、スペシャルギフトに、カウンタ またねー練習頑張っていきますバイバーイ